今回ご紹介する旅は自然豊かな町として知られる島根県雲南市からスタート。たたら製鉄で栄えた歴史情緒あふれるこの場所にアクティブに楽しめる施設があると聞いてやってきました。思わず深呼吸をしたくなるようなそんな大自然の中で最高にエキサイティングなジップラインが体験できるということなんです。ということでフォレストアドベンチャーたたらの里に行ってきます。こちらのフォレストアドベンチャーたたらの里はその名の通り自然の森の中で思いっきり遊ぶことができる自然共生型アウトドアパーク。木々の間に張り巡らされたロープや板の上を歩いて渡りゴールを目指す子供から大人まで楽しめるアクティビティなんです。その中でもメインとなるのがこちら、この170メートルの川越ロングジップスライドです。それだけの長距離をこう一気に駆け抜けるってことですか？そうですね、もう空中滑走していただきます。私高いところ怖いんですけど行きたがりなんですよ。もう責任だと思います。バッチリだと思います。今回挑戦するのはアドベンチャーコース。ダイナミックでスリリングな体験が楽しめます。高い場所をまさに綱渡りで進むのが多いコースでもあるんです。なんか意外と低そうに見えません？どうですか？いけそうな気がする。お、自信の理由というか、私普段のこれより高い場所で生活してるのでどういうことですか？マンションが、住んでるマンションが、だからいけるかなと思って。高いところは平気って感じ、はい、いけそうな気がします。それでは早速チャレンジスタート。高いところも大丈夫ということで余裕なのかと思いきや、はい、いきなり綱渡りです。綱渡りですか、はい、どうだろう。あ、なんかでも上に上がってきたら景色が違うなって思ってたより高い。大丈夫かな。じゃあコース、このアクティビティ1人、あの1アクティビティ1人ずつなので、はい、はい、じゃあ先に僕は渡りますね。はい、見ておきます、はい、しっかり。なんだかこう糸も簡単に渡っていきますね、橋本さん。すごい、はい、どうぞ。はい、では行きます。ちょっと待って、もう揺れてる、もう揺れてる。どうしよう、怖い。やった、プルプルする、日が暮れそう。橋本さんのスピードの凄さが分かりました。到着、はい、到着です。怖かった。まだ始まったばっかりですよ。やばい、大丈夫かな私。これもしかしてまだまだ向こうまで続いてますか？もうあの森の奥まで続いてます。やばい、さっきのスピードじゃ本当に日が暮れちゃいますね。梶谷アナ、初めての体験ということもあり最初は恐る恐るのスタートでしたが、だんだんと自然を楽しむ余裕も出てきましたね。鳥のさえずりさえも、はい、応援されてる気持ちになります。あー、いいですね。自然に背中を押され、自然で遊んでるって感じです。ギリギリの笑顔ですよ。本当引きつっちゃう。全身を使い大人も童心に帰って楽しめるのもフォレストアドベンチャーの魅力。他にも小学生向けの優しいコースがあるほか、転んでも痛くない木材チップが地面に敷かれているなど、小さなお子さんも安心して楽しむことができます。じゃあ梶谷さん、はい、いよいよメインの170メートルのジップスライドに挑戦してもらいます。はい、はい、ということでこれをつけてください。
一滴九よ。すごい、これを被る日が来たんですね。私がちょっとこれつけるだけでテンション上がりますね。いいかもいいかも。すっごいカメラ近っ。びっくり、この距離、この距離で撮られるの初めてかも。それではお待ちかね、全長170メートルの川越ジップスライドに梶谷アナが挑戦します。さあ勇気を出していってみましょう。わあ、絶景すごい。絶景楽しんでください。はい、行ってきます。いってらっしゃい。行きます。せーの。本当に見下ろせてめちゃくちゃ気持ちよかったです。いやー、いいですね。この季節にこれができるの本当に最高だなって思いました。怖いなって思ってたんですけど、途中でなんかもう忘れるぐらい山と川が綺麗で、なんかそこにすごい心を奪われました。めちゃくちゃ気持ちよかったです。